よく優乃さんが舞台挨拶で泣くんです。でそれにつられていつもみんな泣くんです。今日はあのメガネをしていいですかと涙をこう隠すために、そしたらダメですと言われまして、どうしていいかわからないんですけど、毎回こうやってたくさんのお客様のこうこちらから顔を見てるとですね、なんか本当にこの映画を愛してくださっているのかなという気持ちになります。そうするとですね、自然にこうね緩んでくるんですよ涙腺が。本当に皆様のおかげで、あのたった以下の上映から全国に、この作品飛び立つことができました。若干ちょっとあまりにも速い速度にで進んでいくので、僕らもちょっと一度困惑しているんですけど、あの皆様が本当にこの作品あの愛してるよって、あのいいよって言ってくださって、あのそれを糧にあの全国でもあの大丈夫だってみんな信じて、あの今控え室でそんなことを話しながらここに来ました。本当に本当にお客様に感謝感謝です。あのこの先どういうふうにこの作品が成長していくかわからないんですけど、一緒に見届けていただけたら幸いです。はい、メッセージということなんですけども、あのこの映画はタイムスリップをあの扱っている映画なんですけども、客席でですね上映中に、まあ、声出して笑ったり、終わったら拍手したりということで、すごいあの僕たちが子どもの頃 の映画館に雰囲気にすごく似てて、なんか客席ごとタイムスリップできるような作品になっているかと思いますので、ぜひ映画館の方へお越しください。そしてあの今ですね、あのゲガさんのお働きもあってですね、あの大ヒット大ヒットって言ってるもらってはいるんですけども、本当に今箱をたくさんね、大きな器を用意していただいた段階で、これからあの本当に頑張ってお客さんに たくさん来てもらわなあかんなと思って、まあ、あの覚悟を新たにしているところです。あの引き続き皆さんどうぞ、応援の方よろしくお願いいたします。